京坂でございます。東大医学部統計上偏差値40からの逆転合格なら授業をしない武田塾、筑波医馬大も武田塾です。安全運転には十分注意しておりますが、やむを得ず急ブレーキをかけることもございますのでご注意ください。
の料金箱へ整理券を入れてから表示された運賃をお支払いください。また携帯電話をお持ちの皆様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮くださいとご協力をお願いいたします。お待ちください。
次は昭和自動車教習所前でございます。お降りの方は近くのボタンを押してお知らせ願います。なお、お降りの際はバスが停車し扉が開いてから